リン・コックスはアメリカの長距離オープンウォータースイマー、著述家、弁士。米国とソ連を隔てるベイリング海峡を初めて泳いで渡ったことで知られる。これにより、当時のアメリカ大統領、ロナルド・レーマンとソ連の指導者、ミハイル・ゴルバチョフの間の緊張が緩和されたと認識されている。1971年、コックスはチームメイトと共に10代としては初めて、 カリフォルニアのカタリナ島の海峡を横断した。また、イギリス海峡をイングランド側からフランス側へ横断する最速記録を2回更新している。1975年には水温が摂氏10度しかない1 6トルに及ぶニュージーランドのクック海峡を女性として初めて横断した。1976年にはチリのマゼラン海峡を初めて泳いで横断し、また、 南アフリカの希望峰の周囲を初めて泳いだ。コックスの業績で、おそらく最もよく知られているものは、1987年8月7日に、アラスカ州のリトルダイオミード島から、ソ連領のラトマノフ島まで、ベーリング海峡を2時間5分で泳いだことであろう。その水域では、水温は平均で6摂取7度であった。当時ダイオミード諸島に住んでいた人々は、二つの島が、 たった3 7キロメートルしか離れていなかったにも、かかわらず、その間を旅することは許されていなかった。しかしラトマノフ島の先住民が、第二次世界大戦後に、ロシア本土に移動するまでは、二つの島のイヌイットのコミュニティは、密接に結びついていた。コックスの達成から数年して、米大統領のレーガンとソビエトの初期長、ゴルバチョフの二人は、冷戦を終結させたとして、 称賛を得た。ホワイトハウスでの中距離核戦力全廃条約調印の際、ゴルバチョフが乾杯の温度を取った。ゴルバチョフトレーマンはグラスを差し上げ、ゴルバチョフはこう述べた。昨年の夏、リンコックスという名の勇敢なアメリカ人がたった二時間で一方の国からもう一方の国へ泳いで渡りました。彼女がソビエトの海岸に足を踏み入れた時、私たちの人々と アメリカ人の開口がどれほど誠実で有効的であるかを私たちはテレビで見ました。私たちがお互いにどれほど近くに住んでいるか勇気でもって証明してみせたのです。1992年5月にはコックスは世界の湖では標高が最も高い3812メートルにあるアンデス山脈の地カカ湖で泳いだ。地カカ湖の水温は十三摂氏十四度で ベーリング海峡よりは高いものの高い標高と正体不明の噛みつく生物のせいで独特の挑戦となった。コックスはボリビアのコパカバーナからペリューのチンボ村までの約10マイルを3時間48分で泳ぎ切った。この際にボリビア海軍は支援艇を提供した。この他の彼女の成果としては南極の海で1マイル以上も泳いだということが挙げられる。 コックスは25分間水中に降り、1.22マイル、泳いだ。この経験についての本、スイミングー・アンタルクティカは、2004年に出版された。2006年に出版されたコックスの2冊目の本、赤ちゃんクジラと泳いだ海は、カリフォルニア沖での早朝の運動中、迷子になったコククジラとの出会いについて書かれている。2006年8月には、コックスは、 オハイオ川の水質基準を引き下げる計画について、広く世に問うべく、地元の水泳選手と一緒に、シンシナティのオハイオ川を、サーペンティンウォールから、ケンタッキー州、ニューポートまで泳いだ。2011年には、ロアールアムンセンの電気と、アムンセンの北西航路探検の足跡をたどる、グリーンランド、バフィン島、アラスカへの2007年の水泳遠征の記録を、組み合わせた。 Southwith s を出版した。ありがとうございます。